温泉開発部のグループストーリー、そこに温泉があるから我々がいる、いや、たとえ温泉がなくても我々がいる、ポカポカする温泉開発部の日常ということで、なんかね、ツイッターが少しざわざわざわっとしてるのを見て、読まんきゃいかんでしょっていうところで行ってみましょうか。雪見風呂、雪見風呂、いや、いい景色だ。雪と温泉、最高じゃないか。バッチリだね。これならみんなも喜ぶんじゃないかな。ねえ、メグちゃん。ん？この子は誰？メグと一緒にいる温泉開発部の子かな？うんうん。一番いい温泉。随分掘って。奥まったとこにあるし、資材を運ぶのも一苦労。こんなんじゃいくら温室、泉質か。よくても人が来ないか。隠された人を、隠された人、頭痛が痛いみたいな話になっちゃう。人を呼ぶのは目的なの？そういうのは霞部長に聞けばいいよ。部長ならきっと何とかしてくれると思う。というか、もしかしたらもうすでに手を打ってくれてるかもだし。はあ、絶対的な信頼。そうだ、部長は？おう、いるんだね。メグちゃんが？メグちゃんだって一緒に頑張ってくれたのに、私たちだけ先に休むのもいい子たちじゃないか。お、元気、本当に犬みたい、かわいい。いや、いいな、温泉入りてー。最近寒いからお風呂が本当に気持ちいいんだよね。本当いつも頑張ってくれてるよね、めぐちゃん。仕事も一番やってて。そういえばめぐちゃんって小さな温泉くらいなら一人でも掘れるらしい。掘ってたね、絆ストーリーとか。すごいな。思えばすごいな、普通に。やっぱ手際はいいんだね。すごいね。元部長なんだ。あ、そうなんだ。そっか、メグが3年生で、霞が2年生なんだよね。なるほど。あれ？え？元部長？あ、知らない。知らなかった。あ、そういえば君は新入りか。うちの部は何度も解散したり再結成したり、そうなんだ。先輩。へえ。実はめぐちゃん温泉開発部の部長だった。でも霞部長が来たからその座を譲った。なんで？何か理由があるの？普通に学年的に部長の座を譲ったとかでもなく。霞部長がブレインだから。それにめぐちゃん自身あんまり肩書きにこだわっていないみたいだし。そうそうね、作業班長ね。お、いるね。あ、部長、霞部長。おお、メグではないか。どうしたんだ、そんな大声出して。この二人、いいよね。こっちが3年生で、こっちが2年生。あ、もう温泉入ってる。じゃあ今。なるほど。温泉に入るということは、なるほど。昔を思い出して。ところでどうしたんだい、みんなと一緒にいたんじゃ。何かトラブルでも？ここを掘ってくれたみんながこんな僻地じゃ人が来ないんじゃないのかって気にしてて。
私たち実際資材を運ぶのも一苦労だったのに、温泉目当ての人がここまで来れるのかなって。いや、温泉好きを侮っちゃいけないと思うよ。ははは、何かと思いきやそんなことか。心配ご無用、人なんざシャトルバスで運べばいいだけ、資材と違って自力で歩けるから。確かに奥まったところにはあるが、道は舗装されている。後でバスを何台か手配すれば問題ないだろう。ああ、なるほどね。俺も東北の温泉とかバスで行ったな、確かに。ん？あ、あれ？バスがない。え、どうするの？ない！ないんかい！だがバスくらい適当にカイザー PMC かブラックマーケットの輸送資料をジャックすれば、うわぁ！なんてアウトロー。アルちゃん見てるか？これが本物の、本物やぞ。想定内、そうなんだ。いいんだ。これが七州人じゃないということはどういうこと？まだここの温泉は完成していない。温泉は建物があればいいってわけじゃない。おう。悪い顔してますよ。とりあえず寝て起きたらなんとかなるってことでいい？いいの？そうなんだ。賢いな。さすがだぞ、メグ。なんか、霞もやりやすそうだよね、メグと一緒にいると。お、あ、くそ。左手をスクショの位置に置くのを忘れていた。お？メグ？意外だな。メグもこっちの湯が気に入ったのか。他にもっと広くて熱々の温泉もあるの？え、なんか、待って、この、やだこの顔。なんか、抑えきれない、俺の中のあれが。こんなん好きになっちゃう。さっき部長が言っていたことを思い出して、ちょっと。今、かすみとめぐ、水いらず二人で温泉に入ってるってこと？ん？ああ、昔の話か。え、昔の話？お？部長、雪月？雪見風呂ならなおさら。雪、雪景色、綺麗だよね。白く染まった景色。え、なになになに、その意味深な顔。え、なに？ん？待て、そんなこと言ったか。え？言ってない。え、お？え、メグにしか見えない景色がそこにあるってこと？でも部長、始めたとき、雪の中で寝てた。雪の中で？私が温泉を掘ってお湯に入れたら、辛そうな顔が気持ちよさそうになってた。ほう。お？霞ってじゃあ、温泉開発部に入ろうと思って入ったわけじゃない、ん？ってこと？ん？どういうことだ？雪の中、辛そうな寝顔。ああ。なるほど。え？いや、何？いいのかな？でもその、大切そうな二人の過去の話、俺が聞いちゃっても。そういうことか。雪の中で寝ていた。ねえ、本当に珍しい表現だな。おや？雰囲気が、空気感が違う。いや、なんでもない。しかし、それは初めて聞く話だな。あの時の私は、お湯の中で気持ちよさそうにしていたのか。ん？だから見た瞬間、ピンときたの。この人、雪が降る温泉が大好きなんだなって。ほう。なるほど。うん。あははは。雪風呂こそ温泉の醍醐味ではないか。上は涼しく、下は暖かい。死に際の人間さえ生き返らせるほどの威力を持っている。
死に際？雪の中？これもしかして、思ったよりも重い話になる。痛みをお湯で洗い流す、まさに思考そのものと言えよう。痛みを？ん？待って、うわ、なんか、うわ、俺の中のオタクが暴れてる。このメグの明るさにもしかしてかすみって救われてるってこと、本当に。そしてこの温泉の温かさ、溶けていくかすみの冷えた心。やだ、そういうこと？それで各地に温泉掘ってるってこと？この良さを伝えたいから？え？どういうこと？あ、寝て起きたら丸く収まってるって話だね。あ、滑りやすいから気をつけるんだぞ。温泉、なあ。何？そりゃ好きになるに決まってるだろう。え？わ、え？コン？どういうこと？え？あ、これで2話目に続くってこと？プレゼント？おお、え、またゴリゴリ君買うの？あ、やっぱり、そうだよね。食後のおやつにゴリゴリ君。あ。あれ？おやおや。ひなもこういうお店来るんだね。よかった、かすみがいなくて。まさかひなが登場するとは。お、もしかして温泉掘りに？あ、違う。そうだよね。ゴリゴリくん。ゴリゴリくん？ああ、そういえばそういった名前のアイスが。あ、そうだ。思い出した、霞部長が言ってた。風紀委員会か、バルキューレに会った時の対処法。相手はひな院長だから？え？この顔ひなのこの何とも言えない。なんだ？あ、そうそう、まずはこれを出して。何？おや？霞印の温泉まんじゅうってこと？美味しそうだね。え、それはあの賄賂ってこと？お主も悪いよのって？いつもご苦労様です。あ、18時号ログイン。あ、デイリーミッション9回クリア。やばい、俺がいつブラックやってるかバレちゃう。これじゃ。いつもご苦労様です。ささやかながら心ばかりのプレゼントです。これからも何卒よろしくお願いいたします。ふむ、山吹色のお菓子ってことで、いいんだよね。いや、誰に聞いてる。よし、完了。あ、さっき院長が言っていた温泉についてだけど、私はわかんない。ああ、そっか、これが。ふん、メグ、霞から教わったこれ、他の人にもやったことある？ああ、はい、一つ頼みがある。頼み？あ、何でも。じゃあ、今から私がやることを霞にそのまま伝えてあげて。ごくり。わあ、
ああ、袋が粉々に。彼女ならこれだけで十分伝わるはず。もしもうまくいかなかったら、今あの袋霞が描かれてたけど、じゃあ霞の顔穴だらけってこと？わかりました。ゲヘナでは昔の悪癖は慎むように。昔の？あははははは、怖い。ヒナに隠し事バレたときこうなるんだなっていうことが今よくわかった。ヒナは許してくれる。でも、しっかりと怒られる。いいな。プレゼントを渡したのに、それが壊されたと部長に伝える。まあ、霞なら分かってくれるさ。ひな院長も霞部長も頭いいんだし、何か理由がある。ある意味、こう、理解してるよね。メグもそういう意味では頭いいよね。あ、そうだ。ちょっと待っててね、副院長。すぐ行ってくるから。なんだ？おお、早い。あ、もしかしてゴリゴリ君？アイス。このプレゼントは無限にできないんじゃないかな、ひなはさすがに。ゴリゴリ君を私にくれる？いっぱい買ってみんなに分けようと思って、ひな一応にも1個あげる。今日暑いし、こういう日はゴリゴリ君に限るよね。あ、もしかしてこういうの嫌だった？や、そうじゃないんだよね。ひな。これはいいの？さっきと何が違うんだろう？まあまあ、それもいつかわかるさ。それは霞に聞けばわかるはず。メグ？お、あなたは今3年生よね。霞とは随分と仲良さそうだけど。温泉開発部は以前から存在している部活。部員の数は今よりだいぶ少なくて15名くらいだったはず。以前はメグが部長を務めていたと思うのだけど、霞は後から入部した。ほうほうほう。霞部長が自分が部長をやるって言ったからお願いした。さすが副院長、何でも知ってるんだね。何でも、何でもとは言っていない。ひなも気になるんだ、その辺。じゃあ、霞が先に部長をやるって言った。違う？正確には何がしたいって言われて、温泉だけ掘ってたいって答えた。あ、メグが温泉掘りたいと。そしたら霞部長が、じゃあそうさせてやろうって言ってくれて、その後からは本当に温泉掘るだけの仕事を任された。部員もいっぱい増えた。だいたい予想通り、あそこの連中はそういった口約束を重視してきた。あそこの？なんだっけ？悪癖とか言ってたけど、そういうこと？あ、これか。ゲヘナでは昔の悪癖は慎むように。温泉開発部に入る前の霞ってこと、もしかして。何か知ってるのかな？お、それと霞には、あまり騒ぎを起こさないようにと伝えておいて。仲いいな。じゃあ部長のとこに帰ろっと。ここから昔話聞けるのかな？ってことがあって、副院長にこうも言われた。
次にこのようなことが、行為が発覚したら、その時は確実に制裁を与える。おお、正しく伝えてる。ゲヘナでは昔の悪癖は慎むようになって、すごいな、伝言一字一句しっかり伝えられてる。俺は無理だぞ、そんな。そんな、伝言でもそうなるの？かすみ、どうして？え、終わった？ああ、終わったー。そんな、でもなんとなくわかった。霞、雪の中、何かあったんだ。死に際、本当に冷えてる状態、もう心までいてつくような、そんな状態でメグと出会って、温泉にも出会って、そこで本当に、なんだろう、助けてもらったというか、メグが命の恩人ってこと？つまりそういうこと？うわ、逆に語られないのが、なるほどね。やるじゃん。ちょっと気になっちゃうじゃん。続きいつか来るのかな。マジか、楽しみだな。